現地時間9月25日に開催されたカラバオカップ3回戦で、アルネスロット監督が率い、遠藤渡るが所属するリバプールはウェストハムとホームで対戦。開始18分で先制を許すも、ディオゴジョッタ、コディ・ガクポの2発、途中出場したモハメド・サラーの1ゴールで、5対1の対象を収めた。通懇、遠藤のクリアが仲間に当たってしまい、オーンゴール。 定位置を失い、開幕からほとんど出番がなかった遠藤は、今季7試合目にして初先発。82分にベンチに下がるまで、相手との激しい接触で倒れ込む場面もありながら、持ち前のハードワークでタフに奮闘した。ただ一方で、相手の先制点の場面では、自陣ゴール前でのクリアをチームメイトのジャレルクアンサーに当ててしまい、オーンゴールを招いた。そうしたこともあり、 現地メディアの採点は評価が分かれる結果となった。h i スイ s アンフィールド、7点。今季初先発、監督が望むような選手でないなら、キャリアのこの段階でプレーを変えられる余地はあまりない。それでも努力を惜しまず、多くのチャレンジをくぐり抜け、十分に賢明なボールの使い方をし、肋骨を強打した後も戦い続けた。90民、7点。 時にアルネスロットが彼を好まない理由となっている限界を感じたが、粘り強いプレーは賞賛に値する。リバプールドットコム、5点、日本代表 MF 遠藤は、スロットの先発メンバー入りをかけて大きなチャンスを与えられたが、ウェストハム戦でほとんど印象に残らなかった。ボールを DF に当ててしまい、クアンサーのオーンボールを引き起こしたほか、ボールを失った場面もあった。 リバプールエコー5点。彼がプレーしていないとき、リバプールの中盤におそらく欠けている鋼鉄のようなプレーを見せた。かなりの数のデュエルを制したとはいえ、パスワークは必ずしも良くはなかった。ウェストハムの得点阻止を試みたが、クアンサーに当たってゴールに入ってしまった。パニックに陥った。リバプールは10月の代表ウィークまでに、プレミアリーグでウォルバーハンプトンとクリスタルパレス。 チャンピオンズリーグでボローニャと相まみえる日本代表のキャプテンはウェストハム戦を経てどれだけ出場機会を得られるか